郡山市立美術館で開催中の印象派モネからアメリカへウスター美術館所蔵の来場者が今日5万人を超えました。会場には印象派の巨匠クロード・モネの睡蓮をはじめ印象派の作品67点が展示されています。今日午後5万人目の入場者となった福島市の高橋由紀さん親子には図録などの記念品が贈呈されました。もう朝から楽しみに張り切ってまいりました。もうびっくりです。ありがとうございます。印象派展は今月23日まで開催されます。